体がね打とうとしてきてるとこ来たもんですから、避けきらなかったんでしょうね。そこああそう、はい、これでね、はい、おっとこれはデッドボール。先発はジャイアンツが二浦、そしてタイガースの方は江本です。2番バッターの川藤がこれはデッドボールではなく、の要因ですからね。まあそうデッドボール、いやこれは演技賞。はい、この辺まではまだいいんですが、はい、ああ当たりに行きましたよね。とこれは近めデッドボールのようです。デッドボールはいくつだったかご存知ですか？そうですね、まあ人から聞いた話で分かったんですけど、確か166とか聞いてますんでね。まあ、あの自分自身でもかなりどんくさい面があるんでね逃げること自体も下手だったですけどね。まあ変則なバッティングにしとってかなり踏み込んでいったんで、当たった率も多かったんじゃないかと思いますけどね。166の間に意識して当たったのが3回ぐらい確かあるんですね。それは自分から当たっていく、ええ、もうよしこの辺で打てないしシュート来たら当たってやれっていうような意識で当たったのが3回ぐらい確かあります。デッドボールで休んだっていうことはありました？それが大体誇りだったんですけどね。晩年タイガースに来てから肋骨を折ったり、まあ最終的にはここを骨折して、これが致命傷だったみたいですね。ああこれは打者の裏側です。これはとんでもないボール。これは吉田監督、それが一枝コーチがちょっとライトの方に歩み寄ります。あ、吉田監督がかなり強い抗議です。あ、吉田監督押しました。ライト両軍の選手が出てきました。これはいけません。あっとライトがグラブを投げ捨てました。あ、帽子も取りました。あっと誰か阪神の選手がライトをこついだ。で鈴木ランニングコーチがね、まあとにかく一発行ってくれよと言ったら今出たんですよね。はい、しかし柳田がかなり怒りました。星野もなんかなんだという感じですが、もうランナー2人を置いています。ワンアウト3塁2塁、バッターボックス4番の大杉です。3球のあっとまたデッドボール、今度は行きました。あっとこれはどうでしょう、小川逃げました。ちょうど3回の表にそうこういった、あここまでは行きませんでしたが、一つの伏線になるようなプレーがありました。あとは引かないんですね。こんな人が当たってますね。同じですね、これは躊躇せずに一瞬考えてマウンド上に走っていきました。